ただいまー、イエーイ、ただいまー、日本に帰ってきました。ありがとうございます。今ですね、この実家に帰ってきて、そうですね、実家に帰ってきたんですけど、やっぱり日本って寒いですね、本当に。いや、日本に帰ってきました、本当は。でも今卓球場は他のボランティアの方に任せてってやってるんですけど、はい、一旦こっちね、帰ってきてお別れしたんですけど、みんなと。ほんまにみんなもう、みんなほぼじゃないの、して、今年にもう一回ちょっとケニアに、ね、行ってきます、はい、こう日本人のボランティア、ベストは交換留学したいですよね。この日本人もそのボランティアとして行ってもらって、でケニアから少し こっちで卓球を学ぶ、卓球の交換留学。日本人は学ぶスキルの学びじゃなくて、教えることの楽しさであったりとかの学びの交換留学をするシステムをね、ちょっと作りたいなと思ってて、ちょっとそれに向けてちょっとずつ、考えていこうかなって思ってます、はい、そうですね。で、まあ、毎年これからも、まあ、すごい治安が変わらない限りはこうケニアに行き続けたいなと思ってて、そしたら、まあ、ケニアで強い人が育って、でその強い選手がやっぱケニアにいて、他の下のケニア若い子たちに教えるみたいなね、そのいい循環が、ね、生まれたらもう、はい、どうぞって。 それまで ね僕はねちょっとバックアップを、ね、したいなと思います。でちょっと10年後になるか20年後になるか分かんないですけど、はい、それに向けてちょっとね頑張りたいと思います。違う、俺どうそうや忘れてた、ラバーを貼りながら動画を回そうと思ってたね。はい、ということで、じゃあラバーを貼っていこう、イエーイ。出しすぎってね、よくバイト先で出しすぎやって、ね、怒られたんですけど、今ここじゃ、かけ放題なんで、ちょっとねいっぱいやっていきましょう。しすぎや、ミスター、まあ、頑張って、今なんか動画が結構ね伸びてるんで、こう1週間で1500人ですね、1週間で1500人伸びて、1500人増えて、このままちょっとね動画を出していく、どういう風な動画にしていこうかなって感じで、少しずつこう字幕つけたり、ちょっと、ね、日本人のしかも卓球だけじゃ母数が少ないんで、多くの方にやっぱ見てもらうために、まあ、3月までに1万人ね、3月までに1万人いくように、投稿頻度もどんどんこれから上げていこうと思います。でしばらくはですね、僕はね奈良県に、ね、友達とルームシェアして、ね、住みます。偶然なんか家にねホワイトボードがあったんで、ちょっとプレゼンみたいな感じでちょっと、僕の目標は、まあ、YouTube の収益だけでこうお金稼いでこう世界中を、ね、旅する、それがねちょっと僕の今の目標、まあ 夢の、まあ、夢は一つじゃないんですけど、その中の一つですね。でそうですね、来年あたりちょっと東南アジアにねなんかちょっと行ってみたいなって思ってて、卓球って3つの要素が必要だと思ってて、これですね、この3つが僕大切だと思ってて、この3つどれかけてもやっぱ無理やし、まあ、特にアフリカなんですけど、ポテンシャルすごくあるんですよね。ポテンシャルすごいあるんやけど、やっぱこことここはね欠けてるんですよ。だから僕は、まあ、ケニアに卓球場を作って、でこれからこの教える人をどんどん育成していこうかなと思って、まず次東南アジアもねちょっと行ってみたいなと思ってて、卓球場を作るみたいな、そんなねすごいなんかでかいことはしないんですけど、まあ言ったらワールドラバーマーケットブッチさんみたいな感じで全国回ってたじゃないですか、教えるために。そんな感じでちょっとどんどんいろんな人に教えて歩いて回りたいなっていうのがね、ちょっと今の僕の目標ですね。でこれからすることですね、僕これからすることは、はい、9月からドイツに行きます。ワーキングホリデーで
海外で働きたくて、もうそれ卓球関係なしにこう海外で働きたくて、ドイツに行くんですけど、ドイツに行く前にちょっとまあケニアに寄って、ケニアに2ヶ月ぐらい滞在した後にドイツに、ね、行こうって僕はそう、今考えてます。はい、そうですね。ちょっと大きい夢を皆さんもね持っていただければいいなと思います。人生の主人公ね、あなたなので、皆さん頑張ってください。僕ずっとお笑い芸人に、ね、なりたかったんですけど、なりたかったんですけど、やっぱこっちの道を選んだんで、もうすごいなりたかったんですよ。これでも全部なればいいって思うんですけど、あ、全部なればいいや、何を言ってんの俺、アホか。そう、ぜひもうお笑い芸人にもね、いずれなりたいと思います。頑張ります。なんでちょっと今ちょっと YouTube の登録者数とかたくさんまあ増やして、 TikTok までやってるんでちょっと見てください。はい、なんかやっぱほんまクラウドファンディング成功して、なんか YouTube やっててよかったなと思いました。本当に前から見てくれて、お母さん、あ、おかえり先生、めっちゃいい先生。俺の中では上位。3月ですね、3月、あのビッグユーチューバーとコラボします。ちょっとお楽しみに、しててください。